こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣まゆみです。今日はここ外なんですけれども、京都府南丹市園部町御園町にある生き身天満宮に来ています。今から生き身天満宮を紹介したいと思います。松宮局がある上木崎町からは、私今、小走りというかスロージョギングで歩きながら小走りで来まして、だいたい17分ぐらいで着きました。園部駅からは多分歩いて15分少々だと思います。それではカメラをこのままターンします。ここです。これが、生身天満宮って言います。そしてちょっともう少し下がってみます。大きな大きな常夜灯が見えると思います。この常夜灯から、この大鳥居、今ちょうど車がないのでこのまま道を渡ります。この大鳥居に、続く見事な石段。ここでちょっと一礼いたします。ここはね、時代劇などで、ロケでよく使用される場所です。この神社は菅原道真公の生存中に建てられた全国最初にして最古の天満宮としてとても有名な生き身天満宮です。菅原道真公の歌を歌います。谷間の霧はさながら海に似て、波かとまがう松風の音。その昔、ここ園部の地は菅原道真公の領地であり、小麦山に立派なお屋敷があったそうです。この歌は寛平8年896年の秋に道真公が詠んだ歌で、おそらく崎市、現在の、小山西町一帯に霧が立ち込めている様を歌ったものだと考えられています。社殿という資料によると、延喜元年907年に道真公が太宰府に左遷された時、道真公の巫女八男であった義教の養育を託された園部代官の式部玄三は、小山西の邸宅内に道真の木像を建て、一日も早い帰りを願ったといいます。これが生き身天満宮の始まりであり、このように道真が生存中に社を建てられたことから生き身とされました。これは前半になります。ちょっと息私荒れておりますが、ここから上に上がります。それではこれで終わります。また後半見てください。